スルファニルアミドはスルホンアミド系抗生物質の一つである。科学的にはパライにスルホンアミド元を有するアニリン誘導体である。粉末のスルファニルアミドは第二次世界大戦中に連合国側で感染予防に用いられ、それ以前と比較して劇的に死亡率を低下させた。現代では、戦場では他の抗生物質にとって変わられているが、秩序菌感染症には 今でも用いられる。スルファニルアミドという語は、分子中に4アミノベンゼンスルホンアミド構造を有することを表現するために今でも用いられている。例すスルホンアミド系抗成物質としては、4アミノ暗測抗酸の強豪阻害薬として作用する。パバはプリン及びピリミジンの合成に必須である、養酸の生合成に必要であり、プリンピリミジンは、真菌では合成されるが、 哺乳類では合成されないので、スルファニルアミドの殺作用は、心筋選択的である。しかしながら、グルコースマイナス6輪酸、脱水素酵素欠損傷の人に本剤を投与すると、溶血が起こるなど、副作用も存在する。スルファニルアミドは1908年に初めて合成され、1909年に特許が取得された。 プロドラックであるプロントジルが試験されたのは1935年であり、同年にスルファニルアミドが有効成分であることが報告され、感染症科学療法の先駆けとなった。プロントジルの臨床試験を実施したゲルハルト・ドーマクは、その業績により、ノーベル生理学・医学賞賞を受賞した。スルファニルアミドの合成、ありがとうございます。